美容師と会話したくない、はい、サブスクって何ですか。いや、これはマジ小林先生からマジ。サブスクわかんない人いますか、ちなみに。絶対いる、ほらほら、てんちゃんもわかってる。いやマジか、絶対使ってるよ。てんちゃんとかりんちゃんが言ってるだけなんで、うん、あの結構頭があれじゃない。お前の頭はどこにある。サブスクってなんかその月額制のみたいな。そうですそうです。あ、いわゆるなんか動画ネットフリックスとか。ネットフリックス